はいどうも全力ーモリです、えー、福岡ソフトバンクホークスさん、日本シリーズ進出おめでとうございます <laughs>、はいえー。本日、パ・リーグクライマックスシリーズファイナルステージ第3戦が行われまして、えー、今日うもホークスが勝ち、えー、3連勝、アドバンテージと合わせて4勝0敗、えー、日本ハムをスイープで下し、えー、クライマックスシリーズ優勝、日本シリーズ進出を決めました。はいえー、おめでとうございます。 <laughs> おで強すぎるっていやもう隙がなかったね本当に今日の試合も蓋を開けてみれば1点差なんですけどでもなんかねそのもう。 常に試合を支配してる感じ。やっぱりね、初回からすぐにね、あの打線が繋がって先制するでしょ。近藤選手なんかもこれ、怪我明けで今日4アンですからね。で、ネチハムイン同点に追いつかれるんですけど、この取られた後にまたすぐ勝ち越して、そこからはね、えー、早めの系投。これがズバリハマりましてね、ヘルナンデス投手もオスター投手も3連投なんですけど、えー、しっかり抑えてね、はい。ここに来ての3連投解禁でね、はい。勝負をかけに行き、で、それ,それがうまくハマるというね、結果的に3対2でホークスが。 勝ちうん、なんかねやっぱ横綱相撲ですよね1点差とは思えないなんか圧倒感がありました強すぎるもう何回も今年ホークスが強すぎるって言ってね <laughs> またモレルの呪いやーっってね言われましたけど関係ないって何回俺が今年ホークス強すぎる動画出したでその後の結果どうや全然失速してないいや別に俺失速させるために動画出してるわけじゃないよそれはねあの確信犯よいや全然そんなわけじゃないよ 全然そんなわけじゃないですけど、でもなんかモレルの呪いとか昔から言われてるじゃないですか。モレルが絶賛したチームが落ちていくみたいな。うん。全然落ちない。関係ないもん。CS の第一戦やってね、ホークスの強さが一元だっつってね、言って、んでそっからまた三連勝。はい。さらに加速しとる失速どころか。うん。で、今ね、またホークス強すぎるって。うん。いや、もう、もうないかな。 グレーマックスないがなもん。はい、ということで、もうーモリルがどうとかそういう次元の強さではないと。日ハムだって強いよ。ファーストステージロッテにあの勢いで勝ち上がって。あれはね、普通はね、ファイナルステージもね、なんか人腹起こすタイプのチームなんですよ。間違いなく、例年ならね。例年なら絶対日ハムはファイナルステージで2勝か3勝はしとった。 絶対ただからそれをホークスの強さが上回りすぎとるからもう勢いが全部消えちゃった勢いでなんとかなるチームじゃなかったんよ日ハムは強いよこの3試合見てて日ハムの弱さは別に感じなかったね俺はそれよりかはホークスの打線とかね中継ぎが強すぎるっていうもうそっちに行っちゃうっすよね試合のレベルが高いというかあの今シーズンの後半戦以降いや僕もねあのオリックスの試合を いつも見てたんですけどそれとは正直全くなんか見てるものが違うなっていうのを感じましたねはいやれることやるけどもなすすべなしっていうオリックスはほんまに来年以降マジなんとかしなあかんと、うん、ここに追いつかなあかんねんこのレベルの高い争いにオリックスは食らいついていかなあかんねんオリフォーじゃないやもうねあの V 奪回するためにはそれをちょっとなんか痛感しましたよねはいということで、えー、あっけなくクライマックスシリーズが終わりました サークルチェンジでも放映してたんですけど昨日は DD 佐藤が一日店長やってねなんか日アムファンが集まってお通夜みたいな空気なったらしいんですけどはい俺は知らんそんななんか明日も DD 佐藤が試合ないけど一日店長をやるわよでてねやるみたいよ普通に試合ないけどま,まあまあ,あの予約されてる方はおしゃべり楽しんでくださいはい、まあ、キャンセルしても全然 OK らしいですけどはいということで日本シリーズはホークスが勝ち上がりまあそうですね僕自身日本シリーズどうするのかっていうね はい、ここまでは B モデルクライマックスシリーズファーストステージファイナルステージパ・リーグに関しては平等に平等に完成してきました別にどちらに肩入れをするわけでもなくもう平等に、ね、プロ野球ファンとしてフラットにもう全く引きき目なしでね、うん、直してきましたよ全く引きき目なしで、ねね、ただね日本のシリーズはねちょっとわけが違うんですよね ま、日本シリーズ、ホークス対巨人か横浜のどっちか。なんか横浜がちょっと今、大手かけたんやけど、下国上仕掛けとるんやけど、大丈夫か巨人って感じなんですけど。ま、どっちになるかわかんないですよ。巨人か横浜か。セリーグがどっちになろうが、日本シリーズ、B ボレルは、 福岡ソフトバンクホークスを応援します。今炎上案件これまた。はい、お前ついにホークスに魂打った。<laughs> やっぱお前強いもんが好きやったんかっていうね。はい、そう言われるかもしれない。いやいやいやパリーグだから。パリーグ代表だからホークスもね。 ここね、2024年、この1年間、一緒にね、あのしのぎを削ってきた、うん、戦ってきた、このホークスが、パ・リーグ代表として、日本シリーズに出る。だから、その、一緒に戦ってきた相手が、最後の決戦に行くと。それを応援するべきじゃないですか。別にこれが全てってわけじゃないですよ。その、パ・リーグファンでも、セ・リーグのチームを応援する方も全然おっていいと思うけど。いや、でも、俺はパ・リーグを応援したいかな。 パリーグ代表としてねだって考えてみろって、オリックスがボッコボコにされたホークスがまた次セ・リーグにボッコボコにされたら、じゃあオリックス何なん,なんて話や。あの強かったホークスがセ・リーグにボコボコにされて、上には上がおって、あもうどうしたらいい日本一なんかまた夢のまた夢やっつってね。そっちの方が嫌じゃないですか。セ・リーグ、ホークスが負けた方がブルーになるくないですか。じゃあパ・リーグ代表として、ね、俺たちの分も頑張ってくれって。当然のことかなと。 別に全然セ・リーグ応援するのもいいと思うんですけど。はい。あ、でも待てよ。これ、仮に巨人とかが来てさ、巨人がホークス倒すとす,するやん。で、巨人日本一やん。で、でも待て、オリックスは今年巨人に三立てしてる。じゃ実質オリックスが日本一やん。実質オリックスがホークスより強いんだあ、じゃあ巨人が来たら巨人か。とはならんわ、別に。<laughs> 交流戦はまたね、違いますから。はい。いや、パ・リーグ代表として、ね、ホークス応援しますよ、そこは。はい。ビーバー

寂せてやれ鮮烈な打球を打ち飛ばせかっ飛ばせ栗原めぐったチャンスをその手で掴み取れ 楽屋、今ここで見せてやれ。バッルバッルバッル。ドゥドゥドゥルドゥル、その位置だね。たった見かけろ、それ今だだけ力入れ、ボールを飛ばせ。かっ飛ばせ、のぶいこ。たかノブレグラウンドに変えてきたんだ。国防戦へよ、勝利のために。 かっ飛ばせ、コッ,ッを空高く飛ばす、その一打を今ここで再び見せろオ、オーティズかっ飛ばせ、オーティズ